昨日人を殺せたんだ。君はそう言っていた。梅雨時ずぶ濡れのまんま部屋の前で泣いていた。夏が始まったばかりというのに君はひどく震えていた。そんな話で始まるあの夏の日の記憶だ。いつもいじめてくるあいつ、もう嫌になって肩を突き飛ばして打ちどころが悪かったんだ。もうここにはいられないと思うし、どうか遠いとこで死んでくるよ。そんな君に僕は言った。それじゃ僕も連れてって、財布を持ってナイフを持って携帯ゲームもカバンに詰めて、いらないものは全部僕らのやつらもいるのになぜか君が